日本銀行本店本館の建設に大きな影響を与えた3人の人物。その一人が岩崎弥太郎と共に三菱財閥の基礎を築いた川田小一郎です。1889年明治22年第3代日本銀行総裁に就任した川田小一郎は本店本館の建設にあたりこう決意します。日本銀行の金庫は数百千万の金銀財宝を蓄積するところであり、その建物は頑丈かつ立派でなければならないと。そんな川田総裁の強い決意を受けて建物の設計に関わったのが帝国大学、今の東京大学教授であった辰野金吾です。辰野金吾は1854年に肥前の国唐津、現在の佐賀県に生まれ、18歳で上京。工部大学校、現在の東京大学工学部でイギリス人建築家ジョサイア・コンドルから建築を学びます。ジョサイア・コンドルは日本銀行が開業当初の本店として使用した旧北海道開拓使の建物を設計した人物でした。日本銀行本店本館をはじめ、その後にも東京駅など名だたる建築物の設計を手掛けた辰野は日本近代建築の父と呼ばれています。日本銀行の設計を任された辰野は国家的建築物の名にふさわしい頑丈かつ立派な建物の建設を目指し、1年余り欧米を視察、各国の中央銀行などの建物を調査して回りました。中でも特に日本銀行がその諸制度を作るにあたり参考としたベルギー国立銀行、またイングランド銀行の建物をつぶさに研究し、新本店のモデルにしたと言われています。また地震国日本にふさわしい強固な建物を作る必要性を強く認識していた辰野は、数年前に大きな地震があったイタリアのイスキア島まで足を運び、その目で建築調査を行ったというエピソードも残っています。こうして設計された本店本館、ところが建築予算は当初の見込みを大幅に超え、日本銀行の内外で大議論になりました。しかし時の川田総裁は、予算が巨額だからこそ設計に辰野を採用したと言って辰野を擁護し、政府と株主総会の承認を取り付けたと言われています。そして3人目の人物は後に第7代日本銀行総裁、大蔵大臣、現在の財務大臣、そして総理大臣を歴任することになる高橋惟喜男です。高橋は1892年明治25年6月に本店本館の建築事務主任となり、その手腕を発揮しました。本店本館の建築当時、高橋惟喜男はペルーの銀山開発で詐欺に遭い、仕事もなく財産もないという身の上でした。川田総裁はそんな彼に声をかけ、建築事務主任に採用したのでした。実は高橋惟喜男と辰野金吾の間には、高橋がかつて唐津で英語教師をしていた時の教え子の一人が辰野だったという不思議な縁があったのです。日本銀行本店本館の建設には、この3人の人物が大きな役割を果たしていくこととなります。